えのきじょうじのぐるるるバーンパワースポット巡り第23弾。親子で鎌倉あちこち参拝の巻。はい、どうも、えのきじょうじです。今日は親子で鎌倉へ行きますよ。鎌倉へ行ってみます。ぐるるるバーン。はい、鎌倉着きましたよ。鎌倉、北鎌倉です。遠かったね。遠かった。パワースポ巡りを始めて2度目の鎌倉散策。今回は榎城寺親子で鎌倉を散策します。はい、じゃあ北鎌倉からスタートしますよ。次は、一番最初はどこ行きましょうか。一番最初は東慶寺。こちら東慶寺は北鎌倉駅からすぐのところにあって、花のお寺と言われています。2月には梅、3月には木蓮、4月には桜、6月には花菖蒲や紫陽花など。以前は自覚の高い山寺として男子禁制の女駆け込み寺とも言われ、その名を馳せていた。こちらが東慶寺の御朱印。そして建長寺。ここは前回の鎌倉散策の時にご紹介しましたよね。今回は息子たちだけでお参りと御朱印をいただいてまいりました。どうだった？こちらが建長寺の御朱印。続いて円能寺。次男の木南くんが一番来たかったお寺です。十王堂とも呼ばれ、人が死後亡者となり冥界で出会う十王を祀るお寺。堂内は残念ながら写真も動画も撮れないんですよね。ご紹介できないのが本当に残念。とても迫力があるんです。こちらが円能寺の御朱印。さてさて、ここからがメインイベント。今日の一番の目的地、銭洗弁天へ。このルートは源氏山を越えていきます。子供やお年寄りでもたやすい道ですので、ぜひ歩いてみてください。とはいえ結構急だね。もう早くもバテているというね。ここから先は舗装されていない山道。これを越えれば銭洗弁天はすぐそこ。頑張るぞ。でもね、結構ね、家の近くのね、木魚があるね。やばっ、ね、それにしても子供は元気。すっかり老体となった自分を思い知らされます。いや結構険しい。やっと着きました、銭洗弁天。榎城寺の剣気属性が水、そして息子たちは二人とも風の属性です。水の属性と風の属性は相性が良く、
その相性の良いパワースポットをお互いに共有ができるんです。ここゼニアライベン店は水属性のパワースポット、つまりえのきジョージ親子にとって最高のパワースポットなのです。美味しい。雨が強くなってきたのでお団子を食べながらの雨宿り、美味しかった。こちらがゼニアライベン店の御朱印。もうね、あいにくの雨です。雨降ってきちゃった。ゼニアライベン店行ったら、あーでもちょっとね、まだまだ気合いいっぱい入れて頑張れるな。頑張るぞ。次に行きましたのが鎌倉大仏高徳院。えのきジョージも小学生の頃遠足で来たことがあります。懐かしいな。素晴らしい大仏です。こちらが高徳院の御朱印。この日最後に来たのがこちら長谷寺。ここも水属性のパワースポット。敷地内は本当に自然にあふれていて大きな癒しを感じます。長谷寺は天平8年736年の開創と伝えられ、奈良の長谷寺に対し新長谷寺と言われている。そして最初にご紹介した東慶寺同様、ここ長谷寺も四季折々の花を楽しめるお花のお寺。本尊は高さ9メートルほどもある11面観音菩薩像。こちらも撮影禁止とのことでご紹介できませんでしたが、とても神々しく美しかった。大黒様。
こちらが長谷寺の御朱印。今長谷寺の方に、行ってきましたけれどもね、まあ今日はね雨も降ってしまいましたんで、この辺でちょっとお開きしようかなと思ってますけど、長男の阿大君、今日ちょっと一日回ってみてどうですか？一日回ってみて、僕も御朱印手帳が欲しくなってしまいました。御朱印帳な？あ、御朱印帳御朱印帳な、はい、はい、御朱印帳が欲しくなってしまいました。木南は、自分が欲しかった獣王っていう御朱印が鎌倉に来て取れたので嬉しかったです。いいね。はい、鎌倉から以上です。ぐるるるターン。お待ちください。以上、鎌倉散策2回目、江戸木常時親子の鎌倉あちこち散策御朱印巡りの旅でした。江戸木常時のぐるるるバー。フレッシュ。